どこ？これからは大切な人の前でしか本は食べちゃいけない。これはとても大事なことだ。心から愛しいと思える人、瞳子の作家だ。私の作家。お母さんも学生の時は三つ編みだったのよ。三つ編みは文学少女の証なのよ。これはこのまま落としていいお話じゃないわ。え？お願い、もう一回読んでください。井上美優。誰だいそれ。私も知らないの。でもその人はまだ誰も読んだことのない素晴らしい物語を書いてくれるわ、きっと。木の葉にはきっとわからないだろうね。宇宙の果てに行けるのはカンパネルラだけよ。序盤には途中で列車から降ろされちゃうんだから。そんなの嫌だよ。うんと頑張ってカンパネルラについていくから。だからね、一緒に行ってもいいでしょ。じゃあ地図を作りましょう。そうしたら宇宙で離れ離れになってもまた会えるでしょ。うん、作ろう。かわいそうだよ、本当にかわいそうだ。ねえ、木の葉。ん？私のこと好き？え、木の葉にはきっとわからないだろうね。私は好きなやつはいないよ。うん、嫌いなやつならいるけど。誰？井上木の葉。私のために井上、あの、パートを盗むとかね。って最後はボケ殺し。今までいろいろごめん。これ食べて。どうしよう、何か言わなきゃ。言葉が出てこない。僕はただ寿さんがちょっとでも元気になってくれたらって思って。少しは私も成長したのかな。